やむなく失業してしまった主人公がインテリアデザイナーの男友達と紡ぐ新感覚 DIY ラブロマンス。ドラマ終盤にはドギョンスが特別出演。リアルなシチュエーションと共感できるキャラクターが日常生活に疲れた現代人を癒してくれる。部屋も人生もセルフプロデュース、雲樹の部屋。